はい、皆さんお久しぶりです。二郎印象地バーチャル数学との野田です。最近、マラソン大会がありまして、福岡で、42.195 キロ走ってたりとか、あとは論文の執筆作業に追われてまして、最近全然、動画を撮る時間が撮れなかったんですけれども、久しぶりにね、あの時間が撮れましたんで、まあ、3ヶ月ぶりですがやっていこうと思います。今日は、マルコフの単質予想の動画の第2回パート2ということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そもそもマルコフの単質予想とは一体何だったのかということから、まあ、おさらいしておきましょう。マルコフの単質予想とは、フロビニウスが1913年に予想した次の予想です。方程式 x 次乗プラス y 次乗プラス z 次乗イコール 3xyz の整数解を考えます。で、特に正の整数解を考えるんですが、その整数解に現れる数を C として、こういうのをマルコフ数って呼ぶんですけども、まあ、一つ適当に C を取ったときに、この C が最大の整数となるような整数解の組というのは、順番による差を除きただ一つであるという、こういうステートメントです。この未解決問題の新しいアプローチを紹介していこうというのがこの動画のコンセプトでした。で、前回はマルコフの木というのを紹介しまして、単質性予想をこのマルコフの木の言葉を使って言い換えましたと。で、それがこれですね。こういう話をしてました。上がこれマルコフツリーと呼ばれるツリーで、ここに x 次乗プラス y 次乗プラス z 次乗イコール 3xyz の解が、正の整数解が全て現れると。マルコフの単質性予想はこのマルコフツリーを使って、 C を2のマルコフ数としたときに、マルコフの木の頂点に対応する解の組のうち C が最大となる解の組がただ一つ存在するというふうに言うことができましたというのが前回のお話でした。で、アプローチの概要としては、単質性予想を単質性定理と呼ばれるものから単質性予想というものを経由して解決しようというお話をこれからしていきますと前回の動画では言っておりました。はい、で、今日はどこをやるかというと、こちらですね。このファレーの木と そこから導かれる単一性定理と呼ばれるものを今日は紹介していきたいと思います。はい、ファレーの木ということで、まずファレー和とファレー差と呼ばれる、和と差のようなものを定義します。で、その後ファレーの木というのを定義して、ファレーの木を使って単一性定理というものを説明していきたいと思います。では早速、はい、まずファレー和とファレー差の説明から。 Q インフィニティという集合を定義します。これは有理数全体に、無限大と呼ばれる弦を付け加えた集合です。で、この Q インフィニティの弦に対して規約分数表示というのを定めます。まず0とインフィニティ以外の有理数 Q に対して Q イコール R キューブの DQで、RQ と DQ は整数で、RQ と DQ の最大公約数が1であると。で、RQ の方は、0以上であるというふうにしておきます。これ、皆さんがよく知っている規約分数のことなんですけれども、まあ、特に整数については1分の整数という形になることに注意しておいてください。で、あと、0とインフィニティについては別途、0については1分の0。で、インフィニティについては0分の1というふうに規約分数表示を定めます。で、 Q と Q' っていう Q インフィニティに対してファレー和とファレー差を次で定めます。 Q と Q' のファレー和を RQ プラス RQ' 分の DQ プラス DQ' で、 Q と Q' のファレー差を RQ-RQ' 分の DQ-DQ' というふうに定めます。で、これ一体どういう演算をしているかっていうと、例えばこういうことですね。7分の3と、5分の2のファレー和というのは、分子同士、分母同士を足し算したものであると。で、例えば7分の3と5分の2のファレー差というのは、分子同士、分母同士を引き算したものであると。まあ、よく小学校3年生ぐらいで分数習うときに、まあ、こういうことをやってしまう小学生とかいっぱいいるんですけれども、もちろんこれは分数の足し算としては間違いですよね。でも、ここではあえてこういう演算を導入します。これが、まあ、非常に面白い性質を持つ演算となっています。
はい。で、ファレの木というのを、ファレワとファレツァを使って定めましょう。1分の0、1分のマイナス1、0分の1という三つ組みを取ってきて、こいつにファレワとかファレーサを計算して、どん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 この三つ組みの中身を変えていくことを考えます。で、例えば、まあ、第一成分を変えるときは、次のルールで変えることにしましょう。はい。919293に対して、91-9293を新しい三つ組みとします。で、これどういう計算規則かっていうと、新しく与えられる91というのを、もし、91が92と93よりちっちゃい、もしくは92と93よりも大きいときは、92と93のファレワで与えます。で、もし、91が92と93の間の大きさになっているときは、92と93のファレーサで与えます。で、これ、ファレーサもファレーワも、92と93入れ替えても同じ値になるので、まあ、この92、93の順番はどっちでも大丈夫です。で、第2成分、第3成分も同様のルールで、次々と変換していきます。で、実際に計算したのがこれです。ここではマルコフの木に合うように変換する成分を取ってきて計算をしています。まず最初に1分の0、1分のマイナス1、0分の1というところを起点にして第2成分を変えます。そうすると1分のマイナス1というのはこれ、0とインフィニティよりもちっちゃいので、先ほどの計算ルールによって、1分の0と0分の1の分子同士、分母同士を足して新しく、第2成分にします。つまりここでは、1分の1が、1分のマイナス1の代わりに入ると。で、次にこちらですね、1分の0、1分の1、0分の1というのを第一成分を変えて1分の2、1分の1、0分の1にしましょうと。で、ここで何が起こってるかっていうと、1分の0というのは、1とインフィニティよりもちっちゃいので、この第一成分を変えるときに1分の1と0分の1の分子同士、分母同士を足して新しく1分の2にしましょうと。で、ここからマルコフの木と同様に2と3で変化させることを考えましょう。第2成分を変化させるときは第2成分1分の1なので1が一番ちっちゃいと。ここで、第1成分と第3成分の分子同士、分母同士を足して新しく第2成分にしましょうと。第3成分を変えたかったら、0分の1、というのを第1成分と第2成分と大きさを比較すると、第1成分は2で第2成分は1なので、インフィニティが一番大きいということで、先ほどの計算規則によりこの0分の1を、第1成分と第2成分の分母同士、分子同士を足して、新しく第3成分にしましょうと。そうすると、まあ、1分の2足す1分の1なので、2分の3になりますと。で、こういう計算をこうどん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 繰り返していくわけですね。はい。これをファレの木と言います。はい。で、まあ、ファレの木を作ったはいいんですけど、これが一体どういう性質を持つのかということについて少しお話ししておきましょう。はい。事実としては、まずこの木には実は1以上のすべての希薄分数が現れます。先ほど、2、1からスタートしたんですけども、この2、1っていう作用のさせ方によって、それ以降に現れる希薄分数で、実は、この1以上のすべての希薄分数が尽くされているという事実があります。で、あとは、実はこの三つ組みというのは重複しません。つまり、どこまで行っても同じ、分数の組みは現れないと。順番を入れ替えたものも、まあ、出てきませんよということですね。で、これ実は、僕はあんまり知らなかったんですけど、効率よく希薄分数を探すアルゴリズムとしても活用されるらしいです。はい。まあ、この性質のおかげですよね。で、
じゃあ単一性予想と同じような問題をファレの木についても考えてみましょう。どういう問題を考えるかというと、こういう問題です。 Q を、1以上の2の規約分数としたときに、ファレの木の頂点に対応する3つ組のうち Q が真ん中の大きさである組がただ1つ存在すると。で、これは実は予想ではなくてもう定理なんですね。はい、こっちすでに解決しております。実は、真ん中の大きさの分数を先ほどのファレーの木から抜き出していくと、実は、スタンブロコットツリーという、ツリーの一部になっていることがわかります。ちょっと詳細はここではお話ししませんが、このスタンブロコットツリーというのは、これ実は、全ての規約分数を必ず一度ずつ出すようなツリーなんですが、これによって真ん中の大きさの分数出していくと、実はかぶりがないので、こういう定理が成り立つと。はい、で、この単一性予想の類似定理と名前をつけたんですが、どこら辺が、単一性予想、マルコフの単一性予想と似ているかということについて少し説明しておきましょう。はい、でまずこれが、マルコフの木とマルコフの単一予想の言い換えのステートメントです。で、このツリーの一つの組を見たときに、どの成分が一番大きいかというのを見ていきましょう。そうすると111というのはこれ全部同じ大きさですから、まあ今はちょっと考えないことにして、次121というのはこれ2が一番大きいですね。で第二成分を変えて、この第二成分変えたものが一番大きくなっていると。で次はこの5ですね、第一成分、これもやっぱりここから第一成分を変えたときに変えたものが一番大きくなっていると。でさらに次はここ、例えば上行ったら13ですね、これもやっぱり、第二成分で変えたらこの第二成分が一番大きくなっていると。で第三成分で変えたら第三成分が一番大きくなっているということで、この解の組の中で最大となる数というのは常にこの組の左側のこの数字に当たる成分が一番実は大きくなっているわけですね。これ実は計算で簡単に求まるんですが、こういう事実があるわけです。で一方で、ファレーの単一性定理の方はどうかと言いますと、まあ、これ、ファレーの単一性定理というのは、先ほど言ったように Q を2の1以上の規約分数としたときに、ファレーの木の頂点に対応する3つ組のうち Q が真ん中の大きさとなるような組がただ1つ存在すると。ではこの3つ組の中で、真ん中の大きさとなる分数というのがどの位置にあるかというのを考えてみましょう。まず一番最初は、まあ、これは真ん中の大きさというのは、まあ1分の0なんですが、まあ、これは置いといて、この次から見ていきましょう。次この1分の0、1分の1、0分の1の中で、真ん中の大きさの分数というのはどれかというと、これ1分の1なんですね。で、これ実は第二成分を変えた、この変えたものが実は真ん中の大きさになっていると。でじゃあ次このお隣ですね、お隣はどうなってるかというと、1分の2、1分の1、0分の1で、大きさとしては真ん中に来るのは1分の2ですね。これ0分の1というのはインフィニティで、どのような数よりも大きいとしているので、真ん中の大きさに来るのは1分の2です。でこれもやっぱり1で変えたところ、これが真ん中の大きさになっていると。でじゃあ、右上行って、1分の2、1分の3、0分の1の中で真ん中の大きさを持つものはどれかというと、これは、2、3、インフィニティですから1分の3ですね。で、じゃあ右下行って3で変えた場合どうなるかというと、これは、1分の2、1分の1、2分の3で、大きさとしては2分の3が 1.5 なので真ん中の大きさになっていると。で実はこのファレの木の方もやっぱり、ここで考えているこの真ん中の大きさを持つような分数というのは、この三つ組の左側のこの数字に対応する成分が実は真ん中の大きさになっているということで、マルコフの木の一つの三つ組の中で一番大きくなる数の1と、ファレーの木の方の三つ組の中で真ん中の大きさを持つようなものというのは、この木の中の同じ位置にあるんですね。つまりマルコフの単一性予想とファレーの単一性定理は実は似たようなことを言っていて、このマルコフの木のある位置とファレーの木のある位置にある数を持つような解というのが一時的に定まっているという意味で、この2つの、ステートメントは非常に似ているわけですね。で、
こちら側は予想、こちら側は定理になっております。で、この2つを見比べたときに、こっちが解決してるんだったら、こいつを使ってこちら側の予想を解決できないかという発想に至るのは割と自然なことであるというわけですね。ということで今日はファレーの木と多因性定理というものを紹介いたしました。で、このファレーの木と多因性定理が、マルコフの木と多因性予想と、まあ、非常に似たような関係になっているということを、まあ、見てもらいました。今回はマルコフ予想のお話はせずにこちら側のお話をしたんですけれども、次回以降このファレーの木とマルコフの木、多因性定理と多因性予想の類似を使って、この多因性予想のアプローチをしていくということを見ていきましょう。ということで今回はここまでになります。はい、ということで、まあ、今日ちょっと短めですが、ここで動画を終わりにしたいと思います。で、まあ、次回の動画なんですが、またちょっと忙しくなりそうなので、まあ、いつになるかはちょっとわからないんですが、まあ、極力頑張って時間を作りますので、ぜひお楽しみにしていてください。はい。ということで、この動画気に入りましたら、チャンネル登録、あるいはTwitterフォローの方もよろしくお願いします。今回はここまでになります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。